カメラロールの画像、動画を本製品にコピーする方法です。 iFlash ドライブアプリを起動し、ホーム画面を開き、ドライブ欄からコピーするデータの保存先ドライブを選択します。保存先のドライブを選択した後、画面左下のプラスアイコンをクリックするとメニューバーが表示されるので、ライブラリを選択します。 iDevice 内のフォトアルバムが表示されるので、コピーしたい画像、動画のあるアルバムの中からファイルを選択します。ファイルを選択後、画面右上の完了アイコンをクリックすると、選択された画像の画質やサイズを変更できるウィンドウが現れます。画質とサイズを選択後、画面右下のコピーアイコンをクリックすることで、指定した保存先に画像、動画のコピーが保存されます。また iFlash ドライブ内の画像を iDevice のカメラロール内にコピーする場合は、画像をクリックし画面上に表示させ、画面右下にある花アイコンをクリックするだけで、ご希望の画像がご使用の iDevice 内のカメラロールにコピーされます。